はい、フルカウント YouTube チャンネルをご覧の皆さん、今日はですね、東京ドームにロケにやってまいりました。はい、開幕前の東京ドームのグルメストリートが変わるということで取材にやってまいりました。はい、そして今日はですね、初めてリポーターさんをお招きしています。はい、新保智恵と申します。もともと日本放送でちょっとアナウンサーを、ね、してました。フルカウントさんにこれからいろいろとお世話になるということで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ね、ヤクルトの取材とか、ね、はい、そうですね、はい、行ってもらいたいなと頑張ります。よろしくお願いします。で、今日もリポートしていただけますんで、はい、僕はじゃあもう今日出なくていいですね。ちょっと待ってくださいよ。お任せします。初めてなのに。さあ、今日はですね、いろんなお店がある中で、ちょっと国際色豊かなお料理が楽しめるお店を紹介していきたいと思いますが、まずはこちらです。韓国料理のハンビジェさんですね。すっごくたくさんメニューがあるんですけど、私結構韓国好きなんですが、初めて食べるチーズハットグ、チーズのホットドッグですね。そう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 、これ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 、あの結構皆さんの新大久保とかで食べてるやつですけど、すいません、チーズハットグを一ついただきたいんですが、お願いします。少々お待ちくださいね。チーズハットグ一つお願いします。楽しみですね。ちなみにお店何種類ぐらいあるんですか？あのチーズハットグというのは2種類で、チヂミというのが2種類、それとあの海苔巻きが4種類、それとあのチキンという韓国風の唐揚げが2種類ございます。うん、これはね、あのご家族で来られても結構いろんな種類、皆さんそれぞれ好きなの食べられそうですね。はい、さようでございます、ね、お兄さん韓国の方ですか？です。あ、そうなんですね。野球観戦とかにはどうなんですか？野球観戦で、はい、ほら韓国も野球結構人気じゃないですか。はいはい、あの韓国の方もこういうメニュー野球場で食べたりするんですか？韓国人はもっとガッツリ系かなと思います。お肉とかになるかなと思うんですけど。そうですか。なんか結構ねチキンとかも売ってますよね。そうですね、そういう感じで。ね、でもそれがね日本でプロ野球見ながら食べられるっていうことで、はい、あのお弁当とか、あとビビンバなんかはすごく、はい、あの持ち運びもしやすいですね、これね。できるだけお客さんあの召し上がりやすく、ちょっとあの野球見ながらとか召し上がりやすくご用意しておりますので、うん、すぐ召し上がれる、ね、そうですよね、はい、確かにあの見ながらだとね結構大きすぎたりするとねちょっと持つの大変ですけど、はい、これはいいですね。これチーズハットグは注文してからこう揚げるんですか？はい、そうですね、あのもう忙しい時はもうすぐあの提供できるようにするんですけれども、今はせっかくなんで今揚げておりますので。揚げたてが食べられるってことですね、はい、楽しみです。どうぞ。はい、おー、揚げたてが来ました。召し上がりとした砂糖がかかっておりますので、はい、ここでお好きなあのケチャップとマスタードをかけてあの召し上がっていただければと思います。へえ、はい、お兄さんのおすすめこれ両方かけるですか？そうですね、あ、自分やりましょう。お願いします。やったー。で、結構中熱くなっておりますので。確かに結構食べるの実は難しそうですね。へえ、お砂糖にケチャップとマスタードが。そうですね、こんな感じで。ではインスタ映えも必須というこのチーズハットグ初体験いただきます。ちゃんとビヨーンしてお願いします。わかりました。で、できるかな。いただきます。熱い。これ今女子高生とかに人気なんですよね。そうそうそう、いきますよ。お、伸びが甘い。おいしい。ちょっともうちょっと伸ばしたかったですね。もう一回いっていいですか？はい、いきます。テイク2。伸びない。どうですか味は？美味しいのは間違いないです。しかもチーズのちょっとしょっぱさとお砂糖とそこにケチャップとマスタードってめちゃめちゃ合いますね。これはぜひ皆さん食べてください。これ試合前に行列になっちゃうかもしれないですね。確かに、ね、シュプレーボール皆さん間に合うように買ってください。そうですね、ちょっと早めに来て、はいはい、ぜひぜひゲットしてください。ちょっと皆さん見て、いきなり食べてますし、チーズ伸ばすの実は奈良崎さんの方が上手だった。美味しいですね。ねえ、美味しいですよね。
じゃあ次行きましょう、はい、さあ次におすすめというのはですね、なんといってもビールに合うこちらです、ヤンニョムチキンです。さっき の, あのお兄さんに聞きますと、ちょっと辛いよってことだったんですけど、ビールに最高に合うということで、でさらに実はあのビールセットっていうのがあるんですよね、一緒に買うと安くなりますから、ぜひ皆さん野球観戦のお供に買ってみてください。いただきます。いや今の気持ちを韓国語で、マイマフッソマフッソ、めちゃぶりすいません。ピリ辛、ピリ辛、でも辛さはビールが進みますよ。おいしい、韓国に来た気分です。